今日都立葛飾の高校で卒業式が行われました。3年間のうち2年をコロナ禍で過ごした生徒からは、コロナ禍2度目の卒業式となる今年は、去年と同じように会場の換気やマスクの着用を徹底して開催されました。高校3年間のうち2年間をコロナ禍で過ごした生徒たち、制限がある中でも学校生活を楽しめたと振り返ります。楽しかったよね。楽しかったです。なんかマスクとかしなきゃいけないとかあったんですけど、でもそんな、それに慣れちゃってたから別にそんな苦もなくって感じ、楽しかったです。高校入ってもすぐコロナっていう状況だったので、そういうのはもう本当体験したことなかったんでですけど、対策しながら楽しいことができたので、そういうのであったので良かったです。